皆さんこんにちは。ようこそ国立清華大学国際学師範の留学説明会へ。我が校に興味を持っていただき、教師、学生一同とても嬉しく思っております。清華大学国際学師範を皆さんによりよく知ってもらうために簡単な紹介動画を作成したので、ぜひ最後まで見ていってください。はじめに国立清華大学について紹介します。我が校はアジア大学ランキング35位、台湾では2位という高い教育レベルを誇る大学です。日本だと九州大学に匹敵するほどの実力です。キャンパスは台湾の首都である台北から高速バスで1時間ほどの新竹市に位置しています。この高速バスは10分ごとに発車しており、学校の前で乗ることができます。そのため週末には台北へ遊びに行く学生も多くいます。都会に近すぎず遠すぎないという立地は、勉学に励みたい学生にとって最適な環境です。国立清華大学は多くのノーベル賞受賞者を輩出しており、台湾のみならず世界に貢献しているという自負があります。また、我が校は国際的な視野を育むことも重視しており、世界50カ国以上に多くの姉妹校を有します。日本では京都大学や東北大学など、多くの有名大学と国際協力協定を締結しております。おはようございます。この日は授業が9時からだったので、8時42分ぐらいに、まず友達と朝ごはんを買いに行きました。今の時刻は12時ちょうどぐらいです。さっき午前の授業を終えたので、そのまま食堂に昼ご飯を食べに行きました。お昼時間になるとこうやってたくさんの人が食堂に向かっていきます。友達と中国の授業に向かいます。今の時刻は4時半ぐらいです。今日の分の授業は終えたのですが、まだ宿題が残っているので、友達とそのまま図書館に向かいました。
時ごろに宿題が終わったので友達とヤーシャンファンを食べに行きました。私たちの大学生としての一日はこんな感じです。最後まで動画を見てくださりありがとうございました。Hope you guys enjoyed. Bye bye. ダジャハオ。今から学校周辺にあるものを紹介していきたいと思います。それでは、Let's go!ここは学校校門前にある生活雑貨屋さんです。いろいろな商品があるので、もし必要なものがあればすぐに買いに来ることができます。ここはホヤです。この店は全国にチェーン展開しており、海外の商品も数多く取り揃えています。日本の商品もたくさんあるので、台湾での生活には欠かせない存在です。続いて台湾の朝ごはん屋さんにやってきました。台湾の朝ごはん屋さんは種類も多く、値段も安いので学生にはもってこいです。今日僕たちが食べたのはダンピン、台湾おにぎり、シャオビンジャーダン、豆ジャンです。それではいただきます。ここはイタリアン料理屋さん。今日私たちが食べたのはパスタ、そしてドリア。どれもボリューミーなので友達とシェアをして食べることをおすすめします。とても美味しかったです。ここはホンローファンが有名なお店です。隣にあるのがルーローファン、そしてここが火鍋の店です。ここはシュイチェンバオのお店。今日食べたのはニラとお肉です。肉汁がたっぷりで中は熱々ホクホクなので火傷しないように注意して食べてください。それではいただきます。そして今日の夜ご飯、火鍋です。ここの火鍋屋さんはドリンク、ポップコーン、アイスクリーム、エビせん、白ご飯、どれも食べ放題です。そしてルーローファンも自分で作れちゃいます。僕たちおすすめのタレがマーラー豆板、ネギ、ラー油、そして醤油です。タレは自分の好みで変えれるので味にも飽きません。そしてこちらが主食の火鍋、最後には自分たちで雑炊も作れちゃいます。とても美味しいです。彼はプロですね。火鍋の店はサイドメニューも豊富です。特に私たちはこれがおすすめです。小腹が空いたらこれ、ディーゴアチョウ。外はサクサクで甘さ控えめなので甘いものが苦手な方でも食べることができる一品です。みんな大好き小籠包、見てください。肉汁がたっぷりで中は熱々、みんな美味しそうに食べていますね。これは牛肉麺です。ここからはプロの方たちに食レポをお願いしたいと思います。手でも裂けちゃいそうな、こちらがですね、刀削麺の牛肉麺です。
ただきます。このバスに乗るとチェンファンミャオビッグシティ新築駅に行くことができます。それでは行ってきます。こちらは新築駅になります。皆さん東京駅とどこか少し似ていると思いませんか？実は設計者が同じなことから姉妹駅となっています。ここは僕たちがおすすめする日本のラーメン屋さんです。台湾でもとても人気なので夜になると毎日行列です。2階にバーがあることから雰囲気もよくとてもおしゃれです。皆さん見てください。こちらが当店おすすめの醤油ラーメンです。日本よりも値段も安くボリューミーでとても美味しいです。特にこちらのチャーシュー丼がおすすめです。そしてこちらがビッグシティ。ここにはいろんな商品があります。服屋さん、映画館、日本の食べ物もたくさんあります。ここにはアイススケート、ローラースケート、バッティングセンター、ボーリング、そしてゲームセンターもあります。なので休日にはもってこいの場所です。このフロアには日本の食べ物屋さんがたくさんあります。新築駅の近くにあるチェンファンミャオです。ここには台湾のソーセージやかけオムレツなど美味しいものがたくさん置いてあります。毎日行列が絶えません。お腹が空いた、早く食べたいってのことで、今日食べたのがルーローファン、ゴンワンタン、コンローファン、どれも美味しかったです。そしてこちらがここ周辺で一番有名なお餅屋さんです。ごま、ピーナッツ、小豆の3種類の味があります。そして今日僕たちが食べたのはごま味。こちらがジーパイです。外はサクサクで中はジューシー、とても美味しいです。これは僕たち一番おすすめのスイーツ U2 丁です。これを食べずして帰れません。これで紹介終わります。みんなまたね。皆さん、私たちの大学生としての一日はどうでしたか？これを見ている皆さんに我が校をさらに好きになっていただけると嬉しいです。ここで私たち国立清華大学国際学士班についてさらに詳しく紹介していきたいと思います。私たち IBP は2つのグループに分かれており、4年間を通して128単位分の学習課程を終えることで卒業を認められます。グループ A は1、2年生の頃にある程度の中国語能力を身につけた後に、自分の興味のある分野を第二専攻として選ぶことができます。もう一方でグループ B は、授業がすべて英語で行われており、グループ内でも情報科学、ビジネスマネジメント、そして工学の3つの分野から1つ興味のあるものを選ぶことができます。1、2年生で基礎知識を固め、その後、より専門的なことを学び、4年間を通して高度な専門知識を身につけることができます。IBP の一番大きな特徴は、世界10カ国以上から学生が集まっていることです。違う国から来た学生たちと交流を通し、視野を広げることができます。さらに、学校の主催する体育祭や IBP のクリスマスパーティー、異文化交流など、様々な活動が毎年開催されており、充実した学校生活を送ることができます。次に、我が校の IBP の学生に学校生活についてのインタビューをしたいと思います。大丈夫です。A グループ1年生のキチガイアイドル、ジュンキです。1年生 A グループのお洋服大好き、まさよです。1年生 A グループのご飯大好き、白米大好き、はるかです。B グループ、日本人一人ぼっちのコウマツです。留学先になぜ台湾を選んだのですか？
かけましたよ。かけました。かけました。では一斉にオープンです。せーの、パーン。まあ僕から安いです。何が安いかというと、うん、やっぱり最近ちょっと台湾の留学が流行きれて、あのアメリカ留学とか行こうと思ったら、その高い値段が高いってことで、その生活費とかそういう面で行けないことが多いと思うんですけど、台湾ならあの日本よりも物価が安くて、学費も安いので、比較的行きやすい国だったので僕は台湾を選びました。なるほど。僕も同じですね。安いっていうのと、あとまあ他の国同じで、そのコスト面でいろいろすごくて、とか、例えば僕の友達だと海外行ってもうローン組んでまで、だから卒業した後もローン返済とかすごいんで、そういうのこっち来れば多分そういうことないんで、っていうのが一個のメリットですね。確かに確かに。台湾に来る前から中国語を話すことができましたか？ OK。 OK。 じゃあせーの、少し私だけできたけどノーなんですけど。なんでノーなんですか？普通に日本にいて中国語を学ぶ機会がまずなかったっていうか、私は普通の小学校行って、普通の中学校行って、普通の高校行って、なんか急に台湾行きたいなと思ってきたので、全然その準備してなかったっていうか、そんな感じ。それで今来て大丈夫？まあ、なんとか。結構大丈夫。すごい。普通 あの学校に通ってたんですけど、そのあれきっかけがあって、その1年間、まあ、浪人する形になって、1年勉強してから台湾に行きました。なので、まあ、少し話したんですけど、まあ、すごい。それで自分でどうやって勉強したんですか？一応僕塾に行って勉強してたんで、まあ、比較的人よりは勉強しやすい環境はあったと思います。台湾に来てみて苦労したことは何ですか？よし、 OK、 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 せーの、会話。会話。ちょ横断歩道を渡る。それどういう。いやもうやばいね、ここスクーター日本と比べる。日本の人にスクーターって言ってわかる？わかんない。スクーターってなんかキックボードみたいな。あ、ここでスクーターっていうのはバイクの量産型みたいな。もうめっちゃバイクいて、もう日本だと結構譲って、運転とか譲ってくれるんだけど、こっち全然譲ってくれないんで、横断歩道渡るときは、行くしかない。行くしかない、それ。ちゃんと周り見て、あの、ながら横断歩道っていう。携帯見ながら、渡らないように。それ確かに、あの、普通の歩道でもバイクで走ってくるから。うん、マジ、怖い。突っ込んでくる。確かに。まあ、ここ3人は結構近い感じ。注文ってどういうこと？注文は、あの、食べ物買うときに、その、常に食べ物から。まあ、それくらい美味しいですね。美味しいから来てください。あのメニュー、日本だとメニューに写真が全部載ってるじゃないですか。でも、ここのメニューって全部載ってないんですよ。しかも全部漢字でしょ。確かに。何かなってなるんで。言われてみたら。そうだから、いつも冒険して買ってる感じなんで、そう、ちょっと注文慣れるまで、ちょっと大変かなって思いました。うん、はい。二人は、どうですか？会話一緒。まあ、私は、台湾来るまで、全く中国語を勉強したことなくって、もう全然喋れなかったんで、もう最初はもうなんか頑張って、なんか、なんだろう、ついか、を連呼しまくって、頼んでて、そう、まあ、そんな感じですね。僕もその1年勉強したんですけど、普通にやっぱ日本で勉強するのと台湾で勉強するのって全然違うと思って、その日本で勉強してる分、そのやっぱ台湾人とかっていう直接的に話すことが少なくて、会話する機会が全然なかったんですけど、こっち来てからやっぱりその台湾人と話したりして、やっぱ全然違うからちょっと会話の分には苦労しました。でもその分伸びるよね。伸びますね。だからまあ日本からは話してる方がいいと思います。やっぱり台湾人の人とかと、おすすめします。台湾に来て心境の変化や自分が成長したと思ったことはありますか？じゃあ行きます。はい、せーの。受け入れ。受け入れ。寿司。お金の管理。プレッシャーが減る。まず僕から受け入れるっていうのは、僕たち IBP はそのやっぱり外国人、台湾人以外の外国人の人が多いので、やっぱ
それぞれ文化も違うっていうのが大きくて、うん、その分やっぱ受け入れないとやっていけないことが多くて、例えばなんか例えば、うん、その部屋がめちゃくちゃ汚い料理住んでたら部屋が汚いとか、そのずっとやっぱ家賃もずっとゲームしてるとか、あそうなんかそういうのもやっぱ日本じゃありえないこともそのいっぱいあるので、それやっぱ受け入れていかないとっていう面ではやっぱ、うん、自分進歩したかなと思います。お金の管理はなんか全部なんだっけ、あ、そうだね、あのその買い物とか自分もそうだし、生活費とかも全部自分で管理しなきゃいけなくなると思うので、そういうのって日本だとやる、まあ、やらないことはないけどやる機会が少ない、うん、少ない、ね、少ない、お小遣いで、そう、そうでしょ、お小遣いでもらったりとかなんで、うん、それでこっち来てからちゃんとお金の管理するようになって、あ、お金って大事なんだなって、ね、そう、大切に使いたいなって思うようになりました。台湾に来て英語能力は身につきましたか？せーの、パン。みんなイエス。なんかその B グループの人って中国語が話せなくて英語しか話せない人とかも結構いるので、そういう人とコミュニケーション取ったりするときってやっぱ英語になるんですね、うん、でそういう環境って日本だとなかったから、うん、あ、ちょっとなんか英語使える環境ができたからちょっとできるようになったなって思います。私はその初めの方はそのグループ A の人としか交流がなくて、だから毎日中国語しか使ってなくって、もう簡単な文法も忘れてしまうぐらい英語ができなくなったんですけど、はい、あのグループ B のその人とあのお付き合いをさせていただくことになって、おそれであの彼はあの、まあ、日本語と中国語がなんか少し喋れるぐらいで、やっぱ基本的な会話は全部英語だったので、そこでやっぱ伸びたかなって思います、うん、清華大学国際学士班を選んだきっかけは何ですか？じゃあ、いきます。せーの、はは、お、先輩。12月ぐらいに台湾に来て、その大学見学しに行ったんですよ、うん、その時にいろいろ、まあ、いろんな大学から説明会を受けた時に、そのたまたまその IBP と出会って、その IBP の制度っていうのがその、まあ、僕たち A グループの場合だと、その1年2年は基本中国語をずっと勉強して、で3年からはその自分の好きな分野を勉強できるっていう制度あって、でその時の僕の中国のレベルも低かったんで、あ、僕にぴったりやなと思って、僕はあの、うん、この IBP を選ぶことにしました。留学に来る際に持ってきた方がいいものは何ですか？なし、まあ台湾基本何でも揃うんで、あ、大丈夫です。ああ、そういう感じで気合い気合い気合いっていうのはやっぱ今までこう親と暮らした分、うん、何でもすぐに頼ったら親がしてくれるってことあるんですけど、結構こっち来たらもう全部一人で自分で考えて自分で行動してやっていかないと、そのまあ友達はもちろん助けてくれるんですけど、そのせ、まあ、ちょっと生活していけないっていう部分も多くあるので、結構辛いことも乗り越えるためにはやっぱ気合は必要かなと思います、うんうん、冬服、暑くないの？珍しい。いや暑いけど、なんか、うん、急に寒くなった時期あったじゃないですか、1ヶ月ぐらい。そう、私なんか新宿って風が強いから、うん、で雨降った時とかもすごい意外と寒いんですね、うん、私もなんかちょっと暑いから半袖とかでいいかなって思って来てみたら意外と寒くて、うん、なんか寒い時って一着コートとかあったら羽織れちゃったり、うん、ヒートテックとかあったらすごい助かったんで、なんか少しでね、うん、いいから、うん、そう、ちょっと冬服持ってくるのおすすめかなと思いますね。新築の冬は日本の冬とあんまり変わらない、うん、風強いからね、うんうんそう、確かに確かに、意外と冷えます、意外と冷えます。ズバリ1ヶ月の生活費はどれくらいですか？じゃあ、いきます、せーの、うん、1万はあの普通に親から毎月1万もらってて、それをまあ私服を買うのがすっごい好きなので、うん、毎月あの台北に行って服をわーって買ったりしてるんで、まあ、1万円ぐらい、うん、結構かかるかなって感じ。それでも生活面ではやっぱり余裕、うん、全然めっちゃ余裕、うん、服買わないとか月1着とかだったら全然余裕、うんうん、6000、7000くらいで足りる、うん、やっぱり日本と比べても安い、うん、安いね、すごい安い、安い、寮と一人暮らしどっちですか？よし、じゃあ、せーの、
こっちは一人暮らしで。じゃあ、寮から行きましょう。私から、うん、オッケーオッケー。寮ですね。まあ、理由は、普通に、今は4人部屋なんですけど、4人部屋のうち2人がその台湾人の学生 でもう1人は国際学士班 の韓国人のルームメイトなんですけど、でいろんな人と出会えるからですね、単純に。しかも1年生だし心細かったね、1人で住むのは、うん、っていう感じ。僕は基本その IBP の生徒1人と台湾人2人っていう、そので4人部屋って合計4人部屋なんですけど、うん、まあ、それだとやっぱりコミュニケーション能力、まあ、中国語を話す分、うんうんうん、結構中国語 その能力の成長にもなるし、うんうん、あとはまあ友達を作りやすいってことと、あとまあ学校っていうかその教室までが近いんで、めちゃくちゃ便利で、そういう面に関しては僕全然いいと思います。そう、やっぱ一人部屋って本当に楽で、どれだけ散らかしても怒られないし、もうどうやってやっても怒られないし、そう、汚くなったらまあ自分の責任だしって感じで、そう、あとなんか意外とそのお隣さんとかとも仲良くなれたりするし、私が住んでるとこ大学のすぐそば、10分ぐらい歩けば着くとこに住んでるんで、そのなんか大学の先輩の人とかとお友達になれたりするので、意外と楽しくできますよ、うん、寂しくないですよ。週末は何をして過ごしていますか？いただきます、せーの。あ、勉強か、勉強系。あ、じゃあ勉強系、勉強系から準期もでしょ、準期もだよって思うでしょ、うん、で図書館行ってゲーム、で図書館って実はその3階に映画館見えるルームがあるから、映画好きやとそのやっぱその映画館っていうか、その図書館の中にあるその映画見える場所に行って、うん、映画見て、うん、で、まあ、あとはそのまま勉強したりとかもできるんで、うん、結構僕は快適な、うん、快適だなと思う。確かにめっちゃ快適だ。ここの図書館新しいもん、そう、めちゃくちゃ綺麗なんで、すごい綺麗で、やっぱ中5ってやっぱ学校来て勉強してるんで、土日ぐらいは遊びたいなと思って。基本どこ行ったりしてる？ビッグシティで。ビッグシティとは、ビッグシティっていうその学校の目の前にバス停があるんですけど、そこを乗って20分ぐらいですよね。あ、だいたい15分ぐらいか。自転車でも行ける。自転車でも行けないの、15分ぐらい。でもすごい近いところにビッグシティっていうデパートがあって、そこにはなんと服も買えちゃうし、ゲームセンターもあるし、あと何があったっけ、食べ物、そう、美味しい食べ物、日本食、日本食ね、めっちゃあるし、そうそうそう、だから土日はそこに行って遊ぶといいかなと思います。最後に男女一人ずつ皆さんに一言。じゃあまず僕から、はい、一言、まあ、目標を持つってことを大切にしてます。なるほど、めちゃめちゃ真面目なこと言ってびっくりした。僕らバカみたいなやっぱ目標ないと頑張れないと思うんで、その授業中でも奨学金取りにしろ、いい成績がいるとか、将来何がしたいとかいろいろあると思うんで、しっかり目標を持って台湾来てもらえれば結構頑張ってはいけるかなと思います。私も台湾来る前にすごいなんか緊張してたんですよね。なんか初めて一人で住むし、一人で海外に来るのも初めてだし、大学も全然わかんないし、って感じですごい心配だったんですよ。あと言葉のこととか、そう、全然喋れないし中国語とか、そう、だからすごい不安だったんですけど、来てみたら意外と日本人の子たちもこうたくさんいるし、みんなねこうやっているし、中国語もなんかいたら絶対喋んなきゃいけないから自然とできるようになっていくし、なんか台湾の人もみんなフレンドリーでいい人ばっかりで、やっぱご飯が美味しいのでそう、意外と楽しく生きていけてるので、皆さんも来てください。たくさん喋れて楽しかったですね。確かに ね、あんまりみんなとこういう話することないし、普段は結構新鮮だったっていうか、うん、まあじゃあこれにて質問コーナー終わります。じゃあみんなまた現場でお会いしましょう。ぜひ来てください。 IBP についてよく知っていただけたでしょうか。最後に IBP の出願方法や学費などについてご説明させていただきます。まず、はじめに、我が校に出願する際に、必要な書類と出願期間について説明いたします。IBP に出願する際に、皆さんに用意していただきたい書類が6点あります。高校の
成績証明書及び卒業証明書のコピー、自伝と我が校へ入学した際の学習計画書、推薦状2通、英語及び中国語の言語能力証明書、そして出願の際に有利な資格や書類をあらかじめ用意していただく必要があります。出願期間は毎年11月上旬、2月上旬、4月上旬と計3度行われており、その約1ヶ月後に結果発表となります。続いて学費、寮費、そして奨学金についてご説明いたします。まず学費は1学期を通して約4万8000から5万3000台湾ドル。これは日本円で約16万5000から18万3000円となります。また、寮の費用は1学期を通して約1万3500台湾ドル、日本円で約4万7000円となります。費用は日本の大学ほど高くはなく、成績優秀者は奨学金を取得することが可能です。奨学金には2つのタイプがあり、1つは学費雑費免除、もう1つは学費雑費免除プラス、毎月台湾ドル5000元が支給されます。このように、我が校は学生により良い学習環境を提供するための充実した支援制度があります。国立清華大学への入学を前向きに検討している方は、こちらの QR コードからログインして申請することができます。もし何か質問がございましたら、下記の連絡先にご連絡ください。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。IBP の学生、スタッフ一同、国立清華大学で皆様のことをお待ちしております。シェシェ。だって、その、道筋がないと、カット。